平安神宮は京都府京都市左京区にある神社である。旧社格は官兵大社、直宰社。現在は神社本庁の別表神社。1895年4月1日に平安戦と1100年を記念して京都で開催された内国官僚博覧会の目玉として平安京戦と当時の大大理の一部復元が計画された。 当初は実際に大代理があった千本丸田町に須ザ門が位置するように計画されたが用地買収に失敗。1893年9月3日に地賃祭が取り行われ、当時は郊外であった岡崎に実物の8分の5の規模で復元された。博覧会に先立つ3月15日には平安戦闘を行った天皇であった第50代。 寒武天皇を祀る神社として創始された。後期2600年にあたる1940年に平安系で過ごした最後の天皇である第121代孔明天皇が祭神に加えられた。平安神宮では京都を守る詩人の神が授与されている。1976年1月6日、火災が発生し本殿、内拝殿など旧棟が炎上、消失した。 ただし、外拝殿である大極殿は炎症を免れている。創建が比較的新しかったことから、当時はこれらの建物は文化財指定を受けていなかったため、再建のための国からの補助金が見込めなかった。しかし、全国からの募金により、本殿や内拝殿は3年後に再建された。この火災は、後に日本の震災欲活動家、 加藤サブロの犯行と判明した。1994年3月15日には、平安神宮御鎮座百年祭が取り行われた。社殿は、平安系の大代々理の成長である、長道院を縮小して復元したものである。大きく赤く光る朱色が、特徴的な正面の門は、長道院の当たる天門を模している。その内側の左右の電車は、長州道の再現である。 外拝殿は、長道院の正殿である、大極殿を模している。1895年に完成。本殿は1976年1月1日、未明に出火した火災により消失。1980年春に再建。設計は、伊藤忠太、木後木与隆、佐々木岩次郎。2010年12月、大極殿など6棟が、国の重要文化財に指定された。 また、山道の大鳥居は24.4メートルの高さがあり、国の登録有形文化財に登録されている。敷地面積は約1万坪の日本庭園である平安神宮神園を含め約2万坪ほどある。神園は明治から昭和にかけての名造園家である七代目小川寺兵が20年以上かけて作った名園で、国の名称に指定されている。 琵琶湖疎水から水を引き入れており琵琶湖では外来魚のために見かけることができなくなった一文字タナゴが生存していることが確認されている。深淵には人里には少ないカワセミやオオタカなどの鳥類や甲羅に草を生やすミノガメ。日本では非常に珍しい南イシガメなどが生息している。平安神宮のパノラマ。中央は大極との平安神宮のパノラマ。 当たる天文前建設中の平安神宮京都電機、鉄道電車重要文化財、登録有形文化財以下の建造物は2006年8月21日、登録有形文化財に登録された。大鳥居は1928年建立。東西貴湖は1907年建立。1940年、移築。その他の建造物は1940年に、 孔明天皇を合志した、際の混流である。名称、平安神宮の周辺は、岡崎公園として整備されており、文化ゾーンになっている。大鳥居を挟んで西には、京都府立図書館、京都国立近代美術館、ロームシアター京都、東には、京都市美術館、京都市動物園などがある。2017年12月20日、平安神宮の敷地内に、新たな観光施設、京都、 時代祭館十二十二がオープンした。十二十二と書いて、とにとにと読む。さらに、2018年11月19日には、京都時代祭館十二十二の2階に、秋元康氏が総合プロデュースする新劇場、京都寿司劇場がオープン。握りますか日本をキャッチコピーに、公演、寿司は別腹が行われた。 同劇場は2019年2月下旬から休園期間を経て演目をリニューアルする予定であったが急遽公演終了となり休館している。ありがとうございます。